おはようごござざいいまます、す塾のクボでございます皆さんはご飯答弁っていうのはご存知ですかねご飯っていうのはもう食べるねご飯なんですけどもご飯答弁っていうのはですね例えばどういうことかなと言いますとあなたはご飯を食べましたかって聞かれてですねそれを答える方が例えばねご飯を食べていませんご飯食べてないですよって答えるんですよで後々聞いてみると実はその人はね食事してたんですよ で、何であの時「ご飯食べたの?」って聞いたのに「食べてない」って答えたんですかっていうふうに聞くと追記すると「いやご飯は食べてない要するにお米は食べてないけど私はその時パンだったからあご飯を食べてないって答えたんですよ」っていうふうに、えー、論理をすり替えてですねうまいことを本当のことを嘘をつかずに回答していくっていう論法なんですよねこれを「ご飯答弁」っていいますこれをねどういうふうに応用するかと言いますと例えば、あのー、家に帰ってきた旦那さんがね奥さんに「あれ 今日もあなたキャバクラ行ったでしょ?」って聞かれた時に「いやキャバクラ行ってないよ本当に冗談じゃないよ」って言って答えるんですよでも後々その旦那さんはねキャバクラには行ってないけどもー部に行ってたってことが分かるんですよで奥さん怒りますよねなんであの時キャバクラ行ってないって言って話したら「いやキャバクラじゃなくてー部だったからね」って答えるわけなんですよ 嘘をついてないけどもこういうふうにね論点をずらして、えー、言い逃れをしていくってことを「ご飯論法」って言うんですけどもなんでこの話をね、今するかといいますと今ね桜を見る会っていうものを追求するヒアリングが31回32回ぐらいになるんですけども桜を見る会ね桜を見る会ってどういうことかっていうとねなんで未だに桜を見る会追求してんだよって飽きてらっしゃる方もいますけどもまさにですね安倍政権のやり方っていうのは人が飽きるのを待ってるんですよね で、えー、有名人とか芸能人をたくさん招待した桜を見る会要するにそれぞれの芸能人の方がそれぞれのニュース番組でコメンテーターをしていたり司会をやってるんですよですからいい感じのところでその話題を出すなっていう指示を出しているんじゃないかなっていう風にがった見方なんですけどね類推できるんですよねさあご飯答弁が何で出てくるかって言いますとこの公開ヒアリングでですね私ねもうつぶさに見てるわけですよ毎日暇なんで毎日暇なんで見てるとこのご飯答弁がね繰り返し繰り返し使われてるんですよ 例えば公開ヒアリングで追及する側ですね追及する政府の側がこういうふうに言うんですよ政府がですね内閣府があのこのログをね出してくださいと公開名簿名簿が公開できないのはしょうがないんだけどもパソコンの電子データ上のログはあるでしょうと聞くんですよそしたらログはまあ残ってますって答えるんですよほんでじゃあ桜を見る会の名簿のログもありますよねって聞いたら桜を見る会の名簿のログは私は見てないんで分かりませんって答えるんですよね 全体のログがあるのは契約上わかるけども桜を見る会のログについては見てないんで分かりませんって答えなんですよそれをね1ヶ月2ヶ月と繰り返してるわけなんですよそういうふうにしてだんだんだん、うん、あの多くの人の興味が失われるのを待っているわけなんですよね、まあ、そういった形でご飯答弁というものでいろんなね、えー、疑惑をすり抜けていこうとするのがこの公開ヒアリングなんですけどもここでね 何が気づけるかっていうと私は暇だからこれれがずっと見れるんですよ暇だからあこういうとこに不正があるこういうとこにごまかしがあるなって分かるんですよでも普段毎日忙しく働いてらっしゃる方っていうのはこんなね桜を見る会の1時間に及ぶようなね公開ヒアリングを30回31回とそれこそ見る時間はないと思うんですよねそれよりも1時間2時間あるんだったら YouTube で儲かる方法を見ようかなとかあのいろんなね、えー、転職の情報を見ようかなとか面白いサイトを見ようかなっていうふうにまずは自分のリラックスとかストレス解消が優先になるんですよね 私みたいに暇になってくるともうね見るものがなくなってきて欲しい DVD も全部買って全部見てしまったりね大草原の小さな日を見てしまったし北の国からも見てしまったしもう全てねあの見てしまったんでもうしょうがないから予算委員会でも見るかって話になるんですよそうなるとねいろんなことに気づくんですよ予算委員会で鋭い質問をしてで、えーまあ、安倍政権側ね与党がたじろいでるところとかたじたじになってるところ でこういうね、私利滅裂のあ、これはもう完全に疑惑を隠してるなと、やましいところがあるなっていうものに限っては、NHK 放送しないんですよ、NHK は全編放送するのかと思ったら、そうではなくて、危ないところはね、放送しないっていう、その放送編集の自由があるんですよね、それなんでかっていうと、NHK の会長がまさにね、安倍政権内閣府の息がかかった人が据えられてるからなんですよ。さあその流れでですね、今回は、 えまあ近畿財務長官もそうだったんですけども今度はですね検事総長がまさに安倍政権の手駒で構成されようとしているということで定年延長っていうのがあるわけなんですよねいや恐ろしいですねまあこういうことに気付けるのもやっぱこう暇だからなのかなと思いますで逆に忙しいと政治のことなんてどうでもいいってことになってしまいますで今度ね消費税が15%に上がるようですけどもビックリしたでしょう10%になった直後に15%ですよ 2030年までに段階的に15%になるということなんですよね、これはほぼもう規定路線で、もう10%になる前から決まってたんですよ、このまんま同じ政権が続くと15%になりますで、減税を目指している政権が、えー、与党になると、これはなくなる可能性が高いですけども、皆さんの暮らしはいかがでしょうかね。 そして消費税15%になるその裏側ってのも暇でないと政治を毎日毎日リサーチしてないと気づけないところが多いんですよねいやー怖いですねご飯答弁からこんなところに来るんですねという形で、えー、今日もねドキドキの一日が始まりますいってらっしゃい